ブロガーのココナッツです。先ほどはちょっと短い動画でしたが、ご容赦ください。ちょっと、ね、風が強いです。まあ本日2回目の、動画となります。まあね、ゆうべはすごかったです。もうね、じゃんじゃんね、降りましたよね。まあ、ね、写真を撮る上で、まあ今日は適度に雲も存在し、またね、そんな人も混んでませんので、まあちょうどいいんで、うん、まあね、散り際ですけど、まあいろんな花も撮って、これからもね、帰り、まあ撮ってからということですね。さて、この動画を、ご覧になっている、まあちょっと皆さんに、本日はですね、私の、レンズの持ち込んだ、ここのふるさと公園のね、しずみねの、持ち込んだレンズの構成をね、まあ当然ですけど、まずはね、お伝えするにはいけません。まず一つ、一番の広い、いわゆるね、ものをランドスケープ風景ね、そういうのにね適しているこれですね、 14mm F2.8 単焦点です。見てみましょう。はい、デメギンですね、見事な。ここのね、引っ掛けがね、いい具合になってるんですね。これでもう外れないんです。で、本日の、標準域とされている、まあ人間の目に少しでもね、近く映ってくればということで、持ち込んできたのがこの、35mmF1.4 です。ただし古い方ですね、私のは。新しい新型じゃないんですね、ちょっとお金なくて。まあでもこのね、1型の35mm、もちろんね、赤ですけど、赤鉢巻きですけど、あれね、なかなかいい味をね出してくれる、非常にね、やはり頼りになる相棒です。残念ながら今日はですね、50mm 通称デブってやつはね、持ってきてないんですね。で、まあ散り際の花とかね、花いかだのね、幻想的なものとかいろいろありますけど、そういったものをちょっとね、クローズアップするかといって、まあさすがにちょっとね、今日風も吹いてます。うん、で、まあやっぱり風が吹いていて、まあなんぼね、台風一過ならぬね、春雷一過とは言っても、まだ風も強いですから、あんまり望遠しちゃうと今度はね、うん、被写体ブレもそうですし、僕自身がね、やっぱこうね、コントロールにね、一苦労します。それで考え抜いたの、まあ考え抜いたって実言うと前々からなんですけど、この 100mm マクロっていうやつですね。こいつでね、撮ってあげたわけですね。つまり今日は文字通りオール単焦点というわけですね。まあ時間にね、余裕があったのもね、そうなんですけど、まあやはり前もってね、準備をして、いろいろね、計画を練ってましたんで、こういうちょっとね、無茶なこともまあできるんですね。
とね風の強弱がね本日あります。いやただね面白いっていうか、まあ最近は当然ね皆さんもご承知のねわけのわかんないねウイルス騒動ねありますよね。まあ私の方もご多分に漏れずいろいろね県内の日立さんもね海浜公園しかりねフラワーパークさんしかりいろんなところにね今お休みになっちゃってますから、あのねまたね私が収めてない場所でねやらねえいけませんから、まあまあ当然ですよね。写真家っていうのは写真を撮るためにねもともとね存在するわけですから、やはり日頃のね写真写すためのスキルノウハウね、こういうのをおろそかにしていてはいざという時の大舞台で自分の撮りたい被写体も当たり前なんですけどばかり間違えればイベントの日さえ忘れてしまうと、そういう風になってしまうんですね。自分の腕を錆びさせてしまうってのはね、うん、だからダメなんですね。昔もね私はこういうね行動自体がね非常にね泥臭く見えて顔を背けていたね記憶があります。この年に なってからこそね同じことを毎日ね続ける、これがねどれだけのね大切なねファクターなのかってことは分かるんですけどね、うちの我が家のおちびさんやゆっこたちにはまだ分かんないでしょうね。さて巣ごもりが増えれば当然家でゲームをするちびさんたちも増えますしね、ゆっこたちグラビアたちね学生たちもそうなんですけど、いろいろまあ質疑応答もぐっと増えます。当然ながらそれに従ってねトラブルも増えますよね。まあ実際と巣ごもり需要っていうこともありまして、まあ例えばアメリカの誰もそのがみんな知ってる大手通販サイトしかりね、私がね、うん、会員になってる、うん、R ポイントがつくね、店舗しかりですけど通販の、まあ、増えてるんですね。ただまあねうちのちびさんたちにねもうきつく言って買いだめとかね不要不急の人のね恐怖とかこういうことを煽ることがねないようにねこれはきつく言ってますね、ぜぜひひにね。あうちのサークルだよねわけわかんないねバカ発見機ですか、もうさすがつかむいなくなりましたよね。えいい年こいたね、まあ私から見れば、まあ小僧同然なんですけど、うん、二十歳こいた人間がね、冷蔵庫に入ってよろしくやってたり、うん、ねえ、寿司の中にね、わさびをてんこ盛りにするバカもいたし、で、今回みたいにね、トイレットペーパーがなくなりますってね、デマゴーグ飛ばすパンスケはいるってわけですよね。結局。まあ、悲しいんですけど、ね、この2020年ね21世紀の真ん中にねそろそろ立とうとしている中にあって、これだけまあ皆さんに伝える技術が進歩して今こうやって 4K の動画でお伝えしてる、まさに私のようにハイテクに囲まれているんですけど、まあ扱う人間がパンスケだとまあ送れる情報も所詮ここまでになってしまうんですよね。スタイル的にあとバカ発見機は使わないですね。わざわざつぶやくのになんでソフトを介在させなきゃいけないのかね、あれが全然よくわかんないですね。愚痴を聞いてほしいんだったらねリアルの友達にね
ファミレスかなんかでね、話し相手になってもらえばいいんですからね。まあ、私はそういう人間なんでね、もともとね。まあでもそれはね、何もバカ発見機だけにね言えたことじゃないですよ。うん、なんか写真映えするね、なんとかグラムとか、もうまあ私が使ってるフェイスブックも使い方を間違えればやはりね、どんぐりの背比べになりますよね。で、私がフェイスブックを気に入ってる理由の一つとしては、何年前の何月何日、ちょうど今だったらば、例えばまあ今年は行けなくなっちゃいましたけど、例えば羊山公園で芝桜を撮っていましたよとか、うん、あるいはどこそこでネモフィラが、まだちょっと、咲いて間もないですよとか、うん、こういうのはね、自分であの投稿が、ね、過去のあの日っていう、あれが非常に、ね、便利なんですね。うん、自分で書いた記事をそのままフィードバックしてくれますからね、これほどありがたいことはないですよね。だからね、ブログもね、最近幽霊になっちゃってるんでね、続けようか、ね、閉鎖しようかね、まだちょっとね、正直迷ってますね。まだしばらくね、このままちょっと現状を見て、まあ過去の記事とかね、いろいろまあ公開して追って伝えることができればとは思ってますけど。さて、先ほどね、情報を正しく使えないパンスケが増えてるってね、言いましたけど、先ほどお見せした、見てください。このマクロの100ミリですね。まあ、今更皆さんにね、言うのもね、おかしな話なんですけど、もちろん、L レンズですから、当然、メイドインジャパンです。すべてメイドインジャパンですね。ところがね、アメリカ発の大手通販サイトにとんでもない書き込みがあったんですよね。中国からね、来たから、うん。壊れているし、しかも、うん、返品してほしいっていうね、クレームをね、書いてるね、ちょっとあれはね、我が目疑いましたね。L レンズのオーナーになるってことは、宇都宮工場でこれ作られて、で、検品されて、最終チェックを受けて、市場に流れる。まあ、このぐらいはまあ、知っていて当たり前とされるはずなんですよね。その当たり前がね、できてないわけですよ。そのアメリカ発の大手通販サイトのね、書き込みは知ってるようなことが書かないんですよ。うん、お里が知れちゃうってやつですよね。イカれてるんでしょうね。あれ見てしばらくもうね、腹抱えて笑ってましたよ、私もね。うん、ちなみにね、キャノンさんの、同じ 50mm でもですね、うちのチビが愛用してる、例えば、明るさ F1.8 のステッピングモータースを採用している 1.8 の STM っていう単焦点があるんです。これは確かに日本国内で生産はしてません。しかしメイドインマレーシアです。中国とは何ぞやですね。だどんなにね、背伸びしてもね、ボロが出ちゃうんですよね。悲しいことに。だそういう人間がね、今回のコロナ騒動もしかりなんですけどね、やはりギャー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 わめいてる。でそれ鵜呑みにするから、どん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 こうね、うん、ネズミ残敷に広がっていくね。だから私もチビにね、くれぐれも言ってるんですよね。俺もね、学生時代の時にね、学校のね、カーストの底辺のね方で入れたから、バカやったから、うん、テストも通知表も良くなかったから、別にバカであること自体は怒らない、もうこれは約束してるんです。ただ芝居中達さんも言ってるけど、ボングになったら叩き出すぞってね、うん、人様に迷惑かけますからね。この間のバカ発見機みたいにね、あれはちょっとお断りです。リアルで演出はやりたくないですよ。それに出したくもないですよね。私にもね、写真撮る上での境地、プライドってのがありますからね。そんなね、キャノンのラグジュアリーレンズね、中国から届きました。ステマにしてもひどいですよね。でもね、本当にあるんですよ、いまだにね。だから値段を比較する、ね、誰もが知ってるウェブサイトもそうですけどね、うん、
私の持ってるね EF85mm の F1.4 が出た時もそうなんですけどね、散々文句言ってね、うん、都市伝説ばらまいてね、うん、昔キャノンのねレンズを使っておいてね干された人間がいますよとかね、そんな根拠もないこと言って、まあその人間のね実績見たっきゃ結局ね写真なんてね1枚も投稿しないんですよね。いるんですよそういうの、うん、どこだっていますよね。まあだからこれを契機にね、ね写真、私みたいにね写真を撮る人間もそうですしね、やはり正しい情報、うんうん、で間違っているものね、だからそこをだからこうね線引きできるね、まだねだからねそこはリアルの親友ともね話したんですかね、まだちょっとねうかうかね引退なんて言ってられませんね、吹き込んでられませんよ、うん、ウイルスの騒動があったって言ってたってね、こういうバカがいるわけですから世の中ね。キャノンの L レンズがね、情けない話ですよね、あれは笑った本当に。よっぽどのバカか気違いなんでしょうねまあちょっとねそういう情けないお話でちょっと今日はね愚痴りましたけどね。いやさて天気もいいんでね、35ミリとねいろいろね100ミリ3ね、うん14ミリ、いろいろねこの今日はこの単焦点を駆使しましてね、ねそれでお開きですね、うん。私のねゲームサイトの方もねまたしばらくキャラクタークリエーションでソウルキャリバーのね第6節の方にね復帰していますけど、もちろん悪魔城の方もねいろいろセイントセイヤのねソルジャーソウルも含めてねやっていけたらなって思ってますね。ぜひそっちの方もね何かねね面白い情報あったらね伝えてください。私もそんなね上手な方じゃないんで非常に助かります。はい